はい、めっちゃええやん。ほんとほんと、はい、もう今のセンサー持ってたんよ。この左手首がいる、これ伸びてる状態わかる？一回左だけなの。この伸びた状態で一回ちょっとスイングしてみて。もう一回伸びた状態のまま。はい、次肩この状態のまま。はい、もう一回どっちが強くなるか。かぶとつけた方だろ。そうなの。指の第二関節揃えてみる。揃えてみる。ほら、自然とくってなってるよ。ここを揃えてます、この前。だから、ここの手で握るんじゃなしに、ここの指、指で握って、第二関節を揃えたり。の方が、こう、操作しやすい。胸はこっち向けたまま。はい。で、ここで、肘がこっちに抜いてくるんじゃなしに、この中で、この中で、下半身。そう今のこれがこっち抜けやすい子ってやっぱ取るけど、これって全然インパクトに力伝わってないから、ここの中でしっかり回して、そうはい、その意識でいきますよ。 OK やればこうした、はい、おお、いい、はい、そうはい、おーし、ゆうたさん、いいって、はい、はい、はい、おお、いいね、いいよ。そうはい、めっちゃええやん。それがこの体の中でインパクトターンしていくっていう意識ね。 OK、 実際は打つときはここで前で捉えていくけど、ここの体の中でターンしていく意識でいけば、よりバットが後ろからこう走ってくるよ。今度は斜め前からトスを上げていきます。この前の腕が曲がってこないと、しっかり伸びた状態でターンしていく意識です。そう今の OK、 はい、ええじゃん。これが伸びてきてボールが当たる前にパッてこう、ここをターンしていくだけ、ターンしていく。これがこのまま行ってしまうとターンできないままボールが当たってしまうから、打球がターンに伝わってないので、だから伸ばした状態のままここで切り替えてあげる。インパクトは何割で打ってる今？インパクトは何割ぐらいで打ってる？インパクト一番力持っていってる。持っていってる。一緒。インパクトを、ね、10でいこうとしたらさっきと同じようにやっぱ力入ってしまうから、もう7、7、8ぐらい。インパクトは7、8ぐらい。だからここが大事です。ここを加速させて、インパクトったらあんまり力入れちゃいけない場所。ここで走り出してスパッての方が飛ぶ。インパクトこうやって10で殺してバーンって時に痛きやすくなってくるから、いかにバットをどう使っていくかっていうのを考えてみる。これ俺の考えだから。一つの引き出しとして入れとって、OK、両手で捉えようとした時って、あと持ちます。両手で捉えようとした時って絶対手に持っていってしまうわ。前で捉えようとしたら、めっちゃ力入ってるじゃん。こっちの方が捉えられる確率的に考えた。だったらさっき言ったように後ろからこう返していくイメージでこうバットを加速させていきたいから、その加速させた、そのままをスパッて抜いてあげるだけだから、片手になった方が俺はいいと思う。だから俺教えてる子はみんなこう片手になっていいよって教えてる。チームがダメって言われたらそこはもうチームにちゃんと方針守らなきゃいけないから両手でいってるけど、基本的に何も言われるんだったら片手になった方がいい。はい、おっしゃー、いいよ。さあ全然話しないから、おー、いいじゃん。はい、せい。
おお、負ける予感。おで、もう一個注意点としては、ここは伸びていく。で、インパクト後にすぐこっちに出るのに、インパクト後はしっかりセンター方向にバットをパッて投げていくんですよね。こういって、こう入らない。こういって、まっすぐ伸ばして。OK。はい。そうそうそう、今ぐらい。はい。おっしゃ、いい軌道。はい、ラスト。OK。ナイス軌道。いよいよ。はい、それでは実践打撃やっていきましょう。本日もセンター返し5連発。はい、おっしゃー、いいですよ。で、こっち側曲がらないで、しっかり中で端していく、一周で。はい、おっしゃー、おーすごいな。はい、さあ、いいですよ。はい、うまい。今4位だ。おぉ、ラスト。反撃ないですね。集中して。はい。まだ。何回も挑戦できる。そうそう、まだチャンスはある。シュート君、どう？いつもより調子いい？打ててる？本当？すごい打球打ってるね。いつもあんな飛んでないの？そうな。すごいすごい。若いよ。どうやったらいいか。そうそうそう。本当？バンバン打ってね。うん、足向けて腕を伸ばしてみて。はい、さあ今のはい、おっしゃー、はい、いいじゃん、いいじゃん。はい、おお、広げた、広げた、おっしゃー、ラスト。はい、惜しい。まだ勉強しないよ、俺。なるほど、難易度をね。難易度上げてみよう。そう。はい。おお。で、負けるね。はい。おお、マジで。難しいね。すごいよ。おお。はい。卓球がすごい。はい、よしよし。はい。いやー、すげえ。いいじゃん。はい、いいよ、意識 OK ね、意識 OK。 でも、インパクト時こっちすぐ入れる。バットも同じラインに入れていくよね。ゆっくりでいいから、ゆっくりでいいから、しっかりライン側にバットを出していく。こっちに入るよ、もっとこっちにバットに。ここからここからゆっくり入る。さあ、気を取り直してもう一回。確実に良くなってますし、打球も強くなってますよ。はい、それでは本日のおさらいと家での練習方法です。この体の中でターンするのを忘れない。1、2、それなりに2、5、もっと5をかけてください。はい、1、2、それなりに3、2、5、そうそう、はい、ストップ。最初の1が5、 OK。 ここは1、2、3、ゆっくりでいいか、しっかり体の中で1、2、3、4、ゆっくりでいいか、力
はい、この体なんかずれないように、はい、ずれまくり、ゴー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 、1、2、3、4、5、そういう素振りやつ。最初だけ鏡見ながらでもいい、こう、体なんかちゃんとできてるかって。ここで振ればスイングの度も長くなるのか。ここで振っとけば後ろから行けばうーんっていくよ。みんなこれがブーンっていくよ。音は長い方がいい。一回夜目つぶってうちに動揺としてるから、大体みんなブーンっていくよ。後ろからブーンがいい。チャンネルでは元独立リーガーまこちゃんが全国の未来の甲子園ボーイたちに野球の楽しさを一番に伝えていき、野球の成長のヒントになるように分かりやすくシンプルに発信しています。皆様全力で楽しみましょう。全国各地からたくさんのレッスンにお越しいただいてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。